韓国政府、輸出許可でも日本を批判。本日、韓国の首相が日本政府が韓国に対する輸出許可を出したことについて、次のような発言をしてしまったことが明らかになりました。日本による韓国への経済攻撃は世界をリードする国としてはふさわしくない不当な措置であり、自由貿易で恩恵を受けている国としては自己矛盾だ。 元の状態に戻るよう、外交努力を強めていくとなっておりまして、こちら、NHK の報道なんですが、この韓国の首相の発言、そもそも本日の日本政府の対応によって、韓国側がおかしなことをしていなければ、輸出許可は出されるということが証明されております。 そういった中で、韓国側がおかしなことを、悪いことをしていなければ、元の状態と全く変わらないはずでありますので、韓国政府には、韓国の経済に悪影響を出したくないというのであれば、まずは韓国政府としてずさんな輸出管理の体制を早急に見直していただき、日本政府が 安心して韓国に対して輸出許可を出せる体制を整えていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました